一体私たちは何を見せられてるんでしょうか。何を見せられてるんでしょうか、これは。森尾、もう起きていいんじゃないか、森尾。ねえ、膀胱がやばいのとトイレに行きたいよ。トイレ行って朝食を食べよう、森尾。そうだな、パンケーキ食べよう。だいぶ様になってきたよな、ここで飯食ってんのも。素晴らしい。ちょっとチェス？チェス？森尾、チェスやめな。え？な、あ、なんだこれ、諜報員ゲーム。諜報員は局内で競技大会を開いています。ですが森尾の最大のライバルである同僚が汚い手を使っているようです。森尾はフェアに見える方法で勝つ必要があります。彼も汚い手段で対抗するべきでしょうか、それとも公正に行きますか。公正に行こう。よし、それで金土日と休みなわけよ。いや、いい会社だね。どうするかな。あ、でもやっぱり論理学がレベル5必要だから、やっぱ来てもらうか。チェスやりたいから来てもらおう。お、ガブリエラがすぐやってくるって。よかった。あ、来た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 。ダッシュで来てくれてるよ。アクション、グループに追加。はい、今日もチェスやろう。もう俺の昇進のためのチェスを一緒にやってくれ。いやー、ひでえなーこの様。ずーっとチェスやってるからな。2日連チャンよ。お、今ハグしたよ。なんで？やめて。やめて、チェスだけやって。ハグした、また。何してんの？あー、また帰っちゃった。今日全然チェスやってないんじゃないか。ハグなんかしてっからだよ。お前ハグなんかしてても論理学スキルは上がらないんだぞ。ちょ、混ぜ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 。怒るのは後で、まずトイレ行け。一体私たちは何を見せられてるんでしょうか。何を見せられてるんでしょうか、これは。いやー、よかった、間に合ったね。さあ、じゃあちょっと家を発展させるか。したら奏でたくなるグランドピアノ1400。あ、買える買える。ピアノはじゃあどこ置こうかな。あ、でもピアノもこの辺がいいかな。こんな感じ。うわ、おしゃれおしゃれ。ちょっと待って、まだ庭の装飾ができてないんだよな。そう、こっちもね、本当はね、こうもじゃもじゃにしたいんだよ。やっぱ和紙感が必要なんですよね、こういう庭の装飾って。あと、そうだ、この噴水完成させなきゃ。ウォーターエミッター。あ、そうそうそう。もっともっといかちいのないの。ジェットウォーターエミッター。あ、これこれこれよ。待って、こういうのは、これこれ欲しい。これよ、これ。もうまさしくこれが欲しかった。ドームエミッターってなんだろう。うわ、ジャバジャバしちゃってる、これ。これちょっとジャバジャバしすぎ。あ、置けないのか。まあ、いっか。これでいいや。じゃあ、さあ、あとちょっと残りのお金で和紙館出そう。あ、いいね、いいね。いいんじゃない、こんな感じで。またお金なくなっちゃったけど。ほら。ほら、ここだけやたら完成度高い。おお、こっちからも見てみようぜ。ほら、あ、いい、おしゃれ、素晴らしいね。いやー、休みの日っていいな、やっぱり。今日いっぱい人呼んでさ、ここでさ演奏会やろ、森尾。そうしよう、決定、決まり。今いる場所で遊ぼうって誘おう。すっげー、めっちゃ電話してる。全員来ます。やっぱノリいいな。はーんって。あ、でもその前にさ、森尾、シャワー浴びよ。爽快なシャワー浴びよ。みんなが来る前に浴びよ。あー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 、みんな来ちゃった来ちゃった。すまないね。え、あれ、森尾森尾、壊れちゃったシャワー。入れ替えるお金もない。修理サービス雇ってもお金がない。修理しよう、森尾。ははん、ごめんね、今ちょっとシャワー壊れちゃって、失礼。すまないね。それ直したらこっちな、今度練習しよう。みんな、みんな、あのさ、テレビみんなやめてさ、森尾の演奏見ようねえ。
君たち。もう、もう森尾ほら、ピアノ頑張ってるから、森尾が、ほら、お、ほらちょっと音楽が流れてる。恥ずかしい。そりゃそうだよな。不安定な音楽。演奏が周囲の人をイライラさせているのに、演奏を上達させるのは困難です。これ一人で練習しなきゃダメなやつだな。もういいよ、ピアノいいよ、森尾、ピアノもチェスもいいから、あ、トイレ行こう。みんなにご飯振る舞おう。タコスキャセロールにしよう。いやー、なけなしの財産を払って全財産の5分の1を使う料理やばいな。これみんなに振る舞おう。食事に呼ぼう。あー、みんな帰っちゃったみんな帰っちゃった。あ、よかったよかった。キャンベルヒロコいいやつだな、お前。ちょ、この人と恋愛する？いや、こいつめっちゃいいやつだよ。びっくりした。みんな帰ってる中、一人だけ俺が作った料理食べてくれてる。めっちゃいいやつじゃん、キャンベルヒロコ。食べ方すげえ下品だけど。あれ、ガブリエラ、お前さっきまでいたろ。俺の飯食わずに帰って、腹減ったからシエラマはありえないだろ、お前ふざけんな。もうお前チェスもしてやんねえかんな。お、帰っちゃった。あ、森尾、太ってっからさ、ジョギング行きな。くるっと、ダッセー服着てよ。行ってらっしゃい。どこまで行くんだろう、追っかけよ。これちゃんとね、見てないとサボるから、絶対ここでくるって回って帰ってくるから、ゼーハーゼーハー言いながら。もうほとんど歩いてますよね。あんまり走ってないっすよね。疲れちゃったかな。よし、帰ってきた。もう一緒行く、森尾。あ、もうダメか。ジョギングは限界突破になっちゃう。自分撮りをする。あ、いいね、しとこう。こんなずるいじゃん。こんなずるいじゃん。いいねいいねいいね。お風呂掃除した。カシャ、向きを変える。あ、はいはいはい、立てても取ろうか、森尾。あ、すごいこのビビッとな感じ。よし、これにしよう。あははどぎついね、色どぎついね、森尾。よいしょ、はい、ポーズ。よし、もういいでしょ、もういいよ、もういいよ、森尾。シムスタグラムをやろうぜ。シムスタグラムやろう。なんか写真撮ったぞ、今。テレビ見てるよって。テレビ見てるよって。最悪。ゴミみたいな生活送ってんのバレちゃう。ソーシャルメディアでこっちチェックしよう。緊張しちゃった。これ雑用なんだな、わかる。めんどくさいよな、こういうのな。俺だ絶対見ねえもん。てかさ、もう3時だよ、寝よ。さあ、じゃあ今日は、そうだな。今日出かける日にしちゃうか。みんなも一緒に行きます。よかった。あ、そうだ、パンケーキさん家行こうって言ってたんだ。パンケーキさん家に遊びに行こう。絶対面白い。ここだっけな、この辺にいたんだよ。あ、いたいたいた、パンケーキさん。そういえばお隣さん家行ったことないし、こんな風呂いるの知らねえし。おい、めちゃくちゃ近くに面白いやついるじゃねえかよ。でも今日はパンケーキさん家。みんなパンケーキごちそうになりに行こうぜ。よーし、パンケーキ入ろ、こんにちはって。みんな行くよ。よっしゃ、こんにちは、パンケーキさん、どうぞお入りください。よかった、知り合いじゃないけど。あれ、パンケーキさんち誰もいない、もしかして。あ、いたいたいた、パンケーキエリザさん、いたいたいた。元気な自己紹介しよう。パンケーキボブとパンケーキエリザ。ズカズカ入ってくな。人のパソコン触んじゃねえよ。マジか。あ、しかも2ちゃんになんか書き込みしてるわ。やば、絶対悪口書いてるよこれ。パンケーキさんち何もねえんだけど。え、ちょっと出かけようぜ、森尾、場所変えよう。パンケーキさんち面白くねえや。いや、みんなズカズカと2階へ。何これ、カホンが置いてある。あ、違うか、箱か、ただの。話し込んじゃってる、話し込んじゃってる。
ノックノックジョーク言うか、ノックノックジョーク。あ、よかったよかった、楽しんでくれてる。おお、陽気になった。めちゃくちゃ受け取れてるからな。クレイジーな目光らせよ。ここで必殺技出そう。笑ってないよ。あ、言っちゃった言っちゃった。さすがにクレイジーすぎた。お前まだ2ちゃんに悪口書き込んでんの？溜まってるな、鬱憤が。普段からの鬱憤が。こっちちょっと話してやっか。異性の気の引くジョークを作ってみようか。誰お前？あ、オルティス大輔か。知らんけど。なんかでも最初の方からいるよねこいつね。ね。あれ話しかけてくれるのみたいな感じでこっち見てるけど、結局大輔と話しちゃってるから遠くで笑うだけ。かわいそう。よし、また悪口書き込もうって、また悪口書こうってなってるわ。あ、帰ってきた帰ってきた。パンケーキエリさん、パンケーキエリさん、思いっきり叩こうぜ。おもむろに立ち上がって、おもむろに立ち上がって、バーン。いいやつらだなこいつら。いたずらで困らせよ。うっせえうっせえ。ビリビリ握手、ビリビリ握手しよう。ハンドブザーよりひでんだろこれ多分。いや、それビあれじゃん、ハンドブザーと一緒じゃん。あ、やべやべ、謝ろ謝ろ謝ろ。あ、死んだ。追い出しちゃう、もう追い出しちゃう、せっかくだから追い出しちゃうこいつ。寝てるやつ追い出そうぜ。何してんのねえ、何してんの。あ、みんな帰っちゃった、もしかして俺だけ今楽しかったの。あ、みんな帰ったのこれ。ちょっとトイレ借りてから帰るわ、すまんな。ボブとおしゃべりもやめよう、トイレ行って帰ろう。ここで漏らしたら最悪だよ。森を帰ろう、楽しかったな今日も。家に帰ろう。うちにもやっぱパソコンが欲しくなったな森を。頑張って働こうな。いや、パンケーキさんち面白かったな。最初つまんないとか言って本当申し訳ないわ。いいとこだった。ということで最後までご視聴ありがとうございました、もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いいたします。あと Twitter の URL が概要欄に貼ってありますので、ぜひフォローお願いいたします。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。